いきなりですが、猿がこれまでに DIY で作ったキャンプ道具の中で最も気に入っているのは皮膚希望です。使いやすさや耐久性、デザインともに完璧と自画自賛しております。そして2番目がマシュマロフォークです。実際にはマシュマロを焼くのに使うわけではなくて、ソーセージや肉を突き刺して焚き火で炙るために使っていますが、これがとても便利。市販されているマシュマロフォークと比べると太く握りやすいグリップは、地面に置いて立てかけた時にも滑りにくく、使い勝手は最高です。しかし今回これらを超えると言っても過言ではない傑作ができました。ハンドアッキス、つまり手斧です。猿が愛用してきた斧は高木という日本の工具メーカーの製品です。金属加工技術で有名な新潟県三条市にあるこの会社は、プロ向けの工具や園芸用品を作っている会社です。ただし、キャンパーであれば、おそらく、ワークマンなどでよく見かける、キャンプギアメーカーとして認知している人が多いかもしれません。高木のキャンプ用品は、ホームセンターのアウトドアコーナーでも、よく見かけます。比較的安価で、便利で、快適に使えるため、最近だと、キャンプ用ナイフなど、愛好者からも高い評価を得ています。さて、その、高木が作った斧ですが、写っている製品の正しい名称は、巻割りアッキス。刃渡りが75ミリで、全長が36センチのスチール製の斧です。概要欄に Amazon のリンクを貼っておきますが、値段は、なんと驚きの2000円ほど。ハスクバーナーなど、有名な斧の値段と比べると、3分の1から4分の1程度、と激安です。ただし、安い割には、釘抜きを備えたヘッドの重みや形がとても使いやすく、コスパ最高の斧だと思います。ただ、これまで長く使ってきて気になる点が2つありました。1つ目に、が長すぎることです。という私の発音は聞き取りづらいと思いますので、ここでは、つか、と呼びます。人によって意見は違うでしょうが、猿の場合だと、収納する際、束が30センチ以上もあると、コンパクトにしまえないのが、少し残念でした。また、斧を、振り下ろして巻き終わる場合、束が長い方が、少ない力で割りやすいので、有利です。ただし、その割り方だと、手元が狂うと正確な場所で割れないので、猿は、振り下ろすのではなく、巻きに、斧の刃をくさびのように当てて、上から金槌で叩くように使います。この割り方だと、束が長い必要はありません。むしろ、束が長いと、金槌の束も長い場合に、手元が狂いやすく、斧の束を金槌で叩いてしまうことがあるため、35センチは長すぎました。また一撃で割れなかった場合、中途半端に巻きで挟まれて、抜けなくなった斧を、巻きと一緒に持ち上げて地面に叩きつけるような割り方を続く必要もありません。合わせて、スチール製の束や、ウレタンゴムのグリップは、木製に比べると、見栄えも悪いです。そんな風に感じながら、長く使ってきましたが、最近とうとう、束が緩んで抜けるようになってきたので、DIY で、理想的な木製束に変えてみることにしました。そうそう、斧は、刃物なので、扱い方によっては、大怪我をする危険性があります。猿は、自己責任でやっていますので、似たような工作を試される場合、くれぐれも安全面に配慮してください。動画に映っているように、取り外した金属製の束の直径は、約、16.3 ミリでした。それから、ヘッドに突き刺さっていた部分の長さは、15ミリほどでした。繰り返しますが、束というのは、この動画では、の部分だと思ってください。そして猿は、以前、何かの際に取っておいた、ヒノキ、の棒を、新しい束として加工してみることにしました。
ヒノキの樹皮は杉と違って薄くて柔らかいので、剥ぎ取らなくても良い手触りです。樹皮を剥がない方が色合いも天然木らしい風合いで素敵です。また、ヒノキは切断面から清々しい独特の良い香りが漂います。合わせて、ヒノキを選んだ一番の理由は、杉よりも硬いので、耐久性があり、水や虫にも強いことです。こうした理由から、ヒノキの枝は、DIY にはとっても重宝します。本当は、斧のヘッドの穴を貫通させて、差し込んだ束をくさびで固定すれば、一番良いのですが、このヘッドの穴開け作業は大変なので、今回は省きました。杉に比べると、硬い、ヒノキですが、それでも、よく研いだナイフで削れば、簡単に加工できます。最初に、端から20ミリの部分に、切りで目印をつけました。20ミリとしたのは、元の金属製の束の挿入が15ミリだったので、長めに作っておいて、後で調整しようという考えからです。ノコギリで、ぐるっと周囲に切り目を入れました。深く切りすぎないよう、ここは、とても慎重にやっています。そして、表面を、ナイフで削っていきます。削りすぎないように注意しつつ、ノコで切り目を入れては、ナイフで削り、時々、サンドペーパーで鳴らす、の、繰り返しです。すると、思っていたよりも、かなり簡単に、加工が終わりました。かかった時間は、おそらく30分ほどでした。ヒノキの棒を、ぐいぐいと、ヘッドの穴に押し込んでやると、残り3ミリぐらいのところで、止まるところまで、削りました。今回の DIY 工作で、一番重要なポイントは、この木を削る作業でした。削りすぎると、スカスカになり、束が簡単に抜けてしまいます。逆に、削り足りないと、ヘッドの穴に入らなかったり、無理やり入れて木が割れてしまったり、ということもありそうです。そこで、ちょうど良いテーパー状の削り方ができるかどうかで、この束が長く使えるか、が決まるように思いました。こういう微調整がうまくいったとき、DIY は成功しますし、工作の楽しさを実感できます。地面などに叩きつけながら、ヒノキが割れないように、少しずつ、少しずつ、押し込んでやりました。これで、完成です。どうでしょうか。差し込んだだけなので、使っているうちに、緩んでくることが考えられます。ヘッドの穴を貫通させれば、飛び出た束の反対側からくさびを打ち込んで抜けないように固定できます。ただし、このヘッドの切削作業は相当大掛かりそうなので、今回は省きました。まあ、今までの金属製の束も同じ状態で使っていたので、おそらく問題ないでしょう。もし抜けかかっている状態で、斧を振り回すと、ヘッドが外れて飛ぶかもしれないので、大変危険です。ただ、そもそも猿は、振り回す使い方は、ほぼしませんし、使う前に、ヘッドを確認する癖もあるため問題なさそうです。ヒノキの棒は、自然の枝なので、小さい、芽、が飛び出ていた部分は、削って滑らかにしました。束の端は、手に当たった時に痛くないように、角を削りました。この状態で、巻き割りを実践で試してみようと思います。まずは、シンプルに、太めの巻きを割ってみます。先ほど説明した通り、猿は、斧を振り下ろすわけではなく、割りたい部分に押し付けておいて、上から、金槌のようなもので叩きます。焚き火を楽しむために、巻きを、正確な太さ、形で、割りたいからです。思った以上に良好です。猿の場合、束は、ヘッドの位置を固定するための、握りに過ぎませんので、20センチあれば、十分、かつ、ちょうど良かったです。少し太すぎるし、目があって硬そうな針葉樹を、ちょうど良い感じに、割ってみます。はい、この通り、とっても、割りやすいです。より固めの広葉樹だと、どうでしょうか。
はい、こちらも問題なさそうです。では、細割りにしてみたい場合はどうでしょうか。こちらも問題なさそうです。振り下ろして割る方法だと手元が狂うので無理ですが、この割り方なら簡単です。さらに割り方のバリエーションを紹介します。1回で割れなかった場合に映っているような方法で斧にくっついた薪を地面に叩きつけると割れた薪が飛び散るのでハンマーで叩く方が安全です。このヘッドは反対側が平らなので、こういう使い方もできます。地面に刃を立てて、上から薪を当てて、叩き割る方法です。ご覧ください。はい、この通りです。ちなみに、キャンプ場では、金槌ではなく、ケグハンマーを使うことが多いです。この方法で薪割りをすれば、正確な位置で割れるだけではなく、一撃で割れなかった場合に、続けて叩いてやればいいので、より簡単です。薪割りと、ケグ打ちは、キャンプの設営で、最も汗をかきやすい動作なので、ここが楽になると、設営で苦労する方は、かなり楽になります。さて、長くなりましたが、最後に、ヘッドのメンテナンスをしておくことにします。ヘッドの表面が少し錆びていますし、金槌で叩く部分が歪に広がっていましたので、サクッと整えてやりましょう。錆はサンドペーパーの粒度を使い分けて、こすってやれば簡単に取れます。100番から300番ぐらいで荒削りをして錆を落とします。次に500番から800番ぐらいで粗いこすり傷を鳴らしていきます。最後に1000番から1500番ぐらいで仕上げます。こうやってピカピカになったヘッドは金属光沢が美しくとても気持ちが良いものです。少し変なことを言ってるかもしれませんが、綺麗になればなるほどエンドレスにやり続けたくなる作業がこのヤスリがけです。撮影はしてないですが、最後の仕上げ段階になるとテレビを見ながらとか、焚き火を眺めながら、やすってました。ただし、周囲に、事情を知らない人がいると、かなり怖がられます。その点は気をつけましょう。また、削った金属の粉が飛ぶこともあるので、近くに食べ物や、飲み物があるときは注意が必要です。そうそう、意外と知らない人も多いので念のため伝えます。サンドペーパーでこすってできた、鉄の粉は、乾くと非常によく燃えます。消防法でも、鉄粉は、第二類危険物という、可燃性固体に指定されています。したがって、近くに炎があるような場所でも、やすらない方が無難です。金属製品のやすりがけは、やった分だけ、効果が実感できるので、非常に楽しい作業です。ところで皆さんは、くさび、と、タガネ、の違いを知ってますか？映っている画像はネットから拾ってきたものです。見た目の違いは一目瞭然ですね。タガネは簡単に言えば先端が平べったい棒です。反面、くさびは一般的に形が円錐状です。一つだけ買うならタガネの方が使えるシーンは多いと思います。ただし、猿の経験で言えば、どちらが良いというものではなく、両方を使い分けるのがベストです。丸太のような太い木材を割りたい場合、くさびがないと苦労します。タガネだと、丸太に釘のように突き刺さって食い込んでしまい、木材も割れないし、引き抜くこともできない状態になりがちです。ただし、平べったい薪を細く割りたいときは、タガネの方が圧倒的に使いやすいです。まあ、どちらも長所と短所がありますし、
他にも木材を割る工具はありますので、興味ある方はくさび、タガネ、チガイで検索してみてください。ヘッドの叩く部分は少ししか撮影できてなかったですが、グラインダーにサンドペーパーのディスクをつければ簡単に綺麗になります。サンドペーパーのディスクはダイソーにも売っているので、こうした消耗品の100均アイテムは本当に助かります。削った金属が火花になって飛ぶため、作業する場所に燃えやすいものなどがないように配慮してください。削り始めてわずか5分ほどで綺麗に整いました。いかがでしょうか。わずか2000円ほどの斧がこのようにして自分だけの使いやすい道具に育っていくのは DIY の楽しみです。ここまで綺麗だと、なんか使うのがもったいないような、そんな気持ちです。ナイフやノコギリ、サンドペーパーなどがあれば誰でもできます。最初は切り傷や火傷など怪我をすることもあるので、慣れた人から教わった方が安全ですが、興味ある方はぜひ挑戦してみてください。出来上がったものが格好良くても悪くても、完成させた後の充実感や自分で作った道具への特別な思いは他に代えがたい宝となります。もちろん過去に自分で作ってみたけど使い勝手がいまいちで使わなくなったものもあります。また自分で作ったものよりもお店で売っているものの方が格好良くて、そちらを買って使う場合もあります。しかし、そうした経験を繰り返すうちに、DIY が無駄だったとは感じなくなると思います。むしろ、そういう経験をするからこそ、分かってくることはたくさんあります。例えば、自分で創意工夫して工作してみたからこそ、お店で売っているものの価値に気づくことがあります。また、創意工夫する過程で身につくアイデア力が生活の様々な場面で万能に役立つことも実感できます。趣味で DIY をする人はおそらくそういう価値に気づいて新しい工具を買ったり、自分のアイデアを試しているのだと思います。どうですか？皆さんも DIY をやってみませんか？ということで、すっかり脱線してしまいましたが、今回は安い斧のヘッドを使って自分だけのオリジナルアッキスを作ってみました。この動画が参考になった方は高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。これから軽装備でキャンプするには1年間で一番良い季節、秋になります。昨年は人が多すぎてキャンプ場のマナーやモラルが目につくことも多かったですが、そうしたことがないように、一人一人が他のキャンパーさんへの配慮を忘れず、楽しんでいただければと思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。